ジャスキサバリレアのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、大名盤なんですけれども、ハンクモブレのディッピン、ここから曲をお届けいたします。もう言うことはないですね、あまりね。彼の大ヒットアルバムですね、1500万台でもたくさん出してますけど、4000万台に出しても、ソウルステーションはじめロールコールとかですね、ワークアウトとかノールームの往復やるとかで、ね、出してますけど、これも、まあ、ヒットという、観点からすると、まあ、これがすごくヒットしたのではないでしょうか。4209番ですね。それで今日お書きするのはですね、もうベタですけども、A 面2曲目、リカード・ボサノバですね。A 面3曲、B 面3曲すべていいんですけどもね、今日はリカード・ボサノバを、おかけします。ボーカルのイーディ・ゴーメという、女性ボーカリストでもヒットしましたね。ザ・ギフトという、曲名をが変わってるんですけども、それもすごくコロンビアレコードでヒットしました。それで、このディッピン、トランペットリー・モーガン、ピアノハルノ・ウェイバーン、それからビリー・ヒギンスとドラムス、ラリー・リドリー、ベースなんですね。ハロルド・メイバーンのですね、ピアノがですね、すごくいいんですよね。全面にわたって。ブロックコードもいいですし、もう流れるようなこのシングルプレイもいいですし。はい。では、リカード・ボサノバ、お届けします。ジャズはいいよ。Thank you.